プチブスさん、じゃあリスチに隠れるんですかみたいな、もうカミカミだわ。ハロー皆さん、こんばんは。プチプチです。こんばんは。こんばんは。はい、誰も喋ってない。すいません、ためが長くてすいません。はい、やっていきましょう。今回かくれんぼはですね、まあ初めてかな、多分これ僕が隠れるバージョンからの始まりです。おお、まあ別にこれをやっても何もならないんですけどね、まあ、今回マヒトさんが鬼なので、もうやっちゃいましょう。マヒトさん最近もう登録者数6000人ぐらいから一気に3万人いっちゃった伝説をなんかもう語ってるので、もう一気にそれをかくれんぼで、あ、もう踏みねじってかくれんぼはもう俺だみたいな感じにしましょう、ね。調子乗りすぎたぞお前らって、お前らにお前っつって、うん、そうっすねって言って負けたら最悪ですけどね。確かに分かんない、マヒトさんでもなんだかんだ言ってオールキルとかしてるんで、ちょっと意外とレベル高いですよあの人。はい、どうも皆さんこんにちは、マヒトです。今回はですね、隠れもね、やっていきましょうか。僕今回ね、鬼なんですけども頑張っていきましょう。まあ最初はね、もう本当にもうおなじみのね、もうここ本当に最初2分間鬼はね、もう暇なんで、もうこんな感じでパチャパチャやっていくんですけどね、もう本当にもうスプラトゥーンって言ったらね、この軽快な音楽と、もう見てこれめちゃくちゃ綺麗やん。あ、ヘリコプターや。あれ、ここいるのかな、これいるんじゃないですかこれ。いるこれ、いるこれは人さん、本当に全然相手いんのこれ、この中にいるかわかんないんだけど、きっと恥ずかしがり屋さんなんですよきっと。これいないじゃないですか。もうなんかどっか行ってるんですかね。イルスです、イルス。イルスしてるんですよ。今日はなんか隠れるプランとかあるんですか。隠れるプランはですね、はい、さっきこの動画が始まる前にダウンさんがもう喋っちゃったプランです。なんか言ったっけ俺。言いましたよ、リスチに。プチプチさん、じゃあリスチに隠れるんですかみたいな、もうカミカミだわ。あれで俺がはいって言ったらもう分かるじゃないですか、まったく。確かに、なるほど。本当に勘弁してくださいよ。リスチ戻ってればいいんすか、とりあえず。そうですね、今回ね、相手がね、プチプチくんとイザユさんとヌイさんとダウンさんなんですけども、頑張ってね本当に勝利していきましょう。煽ってきてないじゃん、めっちゃ煽ってるよね、ちょっと。あ、待って、めっちゃ塗るやん、こっち。めっちゃ煽ってくるやん、ちょ、もういい。どこ、もうちょっと。あ、もう時間ないじゃん、時間ないよ。5秒。やばいよ、これ。リシに。はい。この辺でいいかな。やばい。ちょっと、俺この辺にしますけど。俺もこの辺で。じゃあ、この夏の大三角形いきますか。何かしら作戦多分あると思うんですよ、作戦。何かしら、あ、塗ってる、音聞こえる。何かしら多分作戦あると思うんですよね、絶対何か考えてるはず。僕はそうだと思います。はい。いやー。また来た。なんでこんなこと来んの？なんか俺なんかした？なんか恨みありますか？なんか。なんか恨みありますか？本当に。というわけでね、あと18秒。17、16。いや、まだ近くいますね。やっぱ音でね、聞こえちゃうんで、もうこの辺の近く書けるようになったら僕は、ちゃんと仕留めますよ。ちゃんと仕留めちゃいますよ。さあ、やっていきましょう。5、4、3、2、1、鬼スタート。行きましょう。塗っていきましょう。この辺いない？今結構人形取れてるんじゃないですか、これ。ダウンサー、あれですよ。完全ルール無視してますね。移動禁止っすからね、移動禁止。まあいいでしょう。あ、じゃあ、ちょうどじゃあこの1列に並びますか。じゃあ僕もそっち行きますね。ちょっとプチプチさんの隣で ゆっくり行きます。ゆっくり、よしよし、オッケーでーす。縦列駐車してるみたいな感じですね、これ。そうっすね、ここはもうバレないですね。バレるわけがない。バレるわけないですね、これ。どこ隠れてんだろう、本当に。なんかいつもとさ、行動が違いすぎてマジで分からん。マジで分かんない、本当に。どこいるんだろう。塗っていきましょう。ちょっと塗って。いやー、どこいるんだろうね。何あれ、あ、スプリンクラーか。なんか塗ってるかと思った。スプリンクラーややこ、本当に。スプリンクラーややこ、本当に。いやー、とりあえずね、ちょっと時間ないと思うんで、左を中心に塗っていきましょう。まず左を中心で塗っていきたいんですけども、この時点でちょっと見つけられてないのはちょっと結構大きいね、本当に。やばい感じかも。いないね、そんなんかも。マジか、どこいるんだろう、これ。
これね、上と下がさ、こういう上と下があるからさ、結構ね、難しいんだよね、見つけるの、本当に。ね、あと2分ですね、2分切っちゃうところなんですけども。さあさあさあ、塗っていきましょうか。いやー、最初の方はね、結構ね、見つけるの早かったりしたんだけど、いや、どこにいるんだろう。とりあえず進んで、リス地にいるとか多分ないと思うけど、とりあえずちょっと塗っていきましょうか。ほんとだ、右から。結構来てる。来てる。やばい。うわ、見えてきた。右から左に受け流す感じかな、これはきっと。これやばいんだ。確実に僕いたとこ、僕いたとこ死んでましたね。危ない。おっと。逃げてった。勝った。あ、これは勝ちましたね。ちゃんと塗られてないところにいるんだよね、これ。いや、真人さんのこれ性格が出たんじゃないですか。多分大型ですね、多分。そうですね。大体この辺の時は大丈夫やろみたいな。やっぱり角危なかったですね。角行かない方がよかったですね。角いたらちょっと終わってましたね。それでも他の人はバレた可能性が。一列並ぶっていうのが最強でしたね、完全に。勝ちましたね。いない。この辺もいない。あ、やばい。危ない。この辺。もういないと。どこいるんだろう、マジで。やばい。あと1分半なんですけども。いや、こっち来るのに1分半でしょ。ちょっと本当にペース上げていかないとやばいね。ペース上げていかないと。いない。マジでいないんだけど、どこ。マジ？そこいないね。やばい。マジやばいっすよ、これは。まさかね、この世界に本当にいるのかみたいな感じなんですけども。どこ？いなくない？普通にいなくない？やばくない？これ。いや、右側、ちょっと読みが外れたかな、これ。もしかして読みが、いや、読みが外れちゃったかな。やばいな、これ。この上とかいない？ちょっと怪しいな、これ。全然怪しくなかったです。はい。すいませんでした。マジか。どこいるんだろう、本当に。まあ、あと残り1分間なんで、ちょっと世間話でもしますか。世間話でもしながらゆっくりしましょう。お茶でも出して。もうちょっとダウンさん、聞いてくださいよ、もう。もう隣のもう坂田さんがもう毎朝ゴミ出すの遅れて、もうみんな迷惑してるんですよ。もうどうになんか言ってくださいよ、ダウンさん。ついてけねえ。ついてけねえぞ、これ。ついてきてください、ほんとに。ダウンさん、僕じゃなくてよかったと思いました、今。どこだ全然いない。やばい。あと50秒。隠れてるよ、これ。いる？この世界に。いる？なんか。ドッキリとかじゃないよね。なんかどっか行ったとか、別の世界行ったとか。やばい、本当にないんだけど。どうしますか、皆さん。いやー、皆さんに聞いても教えてくれないからね、これ、本当に。いやー、長年のね、かくれんぼやってきたものとして、いや、難しいし、いや、一人も見つけられないの、やばい、本当に。やばくない？いないんだけど、マジで。これ、あるよ、これ。やばい、本当に悔しい、これは。ちょっと待って、絶対、もう絶対笑ってる、みんな。この真人とか言って。やばいよ、本当に。よいしょ、塗って。いませんね。いる？本当にもう。いなくない？いる？本当に。やばい、本当に。あー！もうどこ？本当に。やばい。いなかったんだけど、マジか。めっちゃ塗ってる。あ、頑張ってる。頑張ってますよ、本当に。なんか頑張ってる人をこう横目で見るのって結構楽しくないですか。あー、頑張ってんな。まあ、頑張ってるんだけど、まあ、叶わない夢だろうなっていう、こう横目で見る感じ。ということで、今回のかくれんぼは、見事、真人さんから逃げ切ることができました。お疲れ様でーす。ということで、お疲れ様でーす。マジ？もう。マジかー、マジで悔しい、これは。これは割とマジで悔しいです、僕は。はい、泣きたい。マジかー。どこに隠れたんだろうね、これ。ちょっとこれ聞かないと。これはマジで聞かないといけない。尋問しないと。というわけで、皆さんご視聴いただき誠にありがとうございました。皆さんの URL はですね、今回参加していただいた皆さんの URL はですね、下の概要欄の方に皆さんの分ちゃんと書いておりますので、まあ、ぜひぜひ見てください。チャンネル登録してくれた方はもしかしたら明日の運気が上がるかもしれません。嘘です。まあ嘘なんですけど、まあそうやって言っとけば本当に明日の運勢が良くなるかもしれないかなっていう出来心でした。すみませんでした。というわけで、また次回、いろんな実況者さんのみんなと、スプラかくれんぼ2で、お
会いしましょう。もし動画が面白いなと思ってくれたら、チャンネル登録と高評価ボタン、ツイッターの方フォローよろしくお願いします。というわけでまた次回お会いしましょう。いかよろしく。